普通のボディービルの大会、とは違ってちょっとエンターテインメント寄りの大会で、うん、そのジュラシックカップっていう、うん、で選手入場の前に結構俺が出たクラスはそこまでこうなんていうの1個下のグランドクラスっていうのが一番上で、うん、それは本当日本のトップオブトップぐらいの選手が出るクラスで、うん、俺がエントリーしたの1個下のクラスなんですけど、そこのクラスってどっちかっつうと日本の大あ日本のじゃないボディービルの大会でまだ何戦かしかしてない選手がいたりとか、うん、日本の本当トップクラスで戦ってる選手とこのすごいレベルに差があるんですよ、うん、その中でまあ俺はそのカテゴリーだったら結構普通のボディービルの感じで、うん、あの出るのかなっていう感じだったんですけど、うん、結構ねそれもエンターテインメント性が強くて、うん、最初にね注目選手の名前とかをずらずらって言っちゃう感じなんですよ、うん、このカテゴリーは誰々選手が誰々で、うん、誰々のな世界大会で何位で何とか選手が出てて何とかですっていう感じで、うんうん、でもちょっと普通のボディービルの競技だとそういうのってないから、うんうん、先に注目選手を言っちゃうっていうパターンってないから、うんうん、ないから、うん、そうするとほらなんだろう選手やってる側からするとちょっと、うん、なんだよって先に注目選手なんて言っちゃったらちょっと待ってよって あのまあそのボディービル何戦かしか してない選手とかももしかしたら思ってる人いるかもしれないけど、うん、みんな多分ねボディービルの大会でみんな注目されたいじゃないですか、うん、でも先にこうこの選手がああでこうでとか言っちゃったらちょっとしらけるんですよ選手としては、うん、ファンとしてはファンからしたら面白いのかもしれないよ、うん、この注目選手がこうすごい、うん、もうああこの注目選手見たいってなるけど、他の選手は別にほら注目選手だけじゃないからないし、ねうん、普通にエントリーしてきた選手もいるし、僕もちょっと目立ちたいぞってなんならっていう選手もいるだろうし、うん、だから先に注目選手って言うと、うん、なんかねあの予選まで行けずに一時ピックアップ審査っていうのがあって、うん、それで一瞬で終わっちゃう選手もいるわけですよ、うん、やっぱりねみんなね多分お客さんとか審査員とかあ審査員じゃない、解説者に、うん、やっぱ見てもらいたいですよ選手って、うん、選手って見てもらいたいけど、うん、やっぱ先に注目選手ってこの人だってなっちゃうと、うんうん、やっぱそっち側行っちゃうよね、そっち側に、うん、ね、うん、まあそれは、うん、いやもちろん俺の体とか仕上がってたら、うん、もちろんね目を引くものがあれば、うん、お客さんおーってなるけど、うん、けど、まあ、一般的に見たら注目選手に行くじゃないですか、うん、で例えば普通にエントリーしてきた人とか、うん、ボディービル何戦かしかやっててない人とかだったらば、うん、まだ筋量が足りないから、うんあのお客さんの目にあんまり止まらず、まあ、あんまり止まらないよね注目選手って、まあ、初めて足みたいな、うん、っていう感じになっちゃうじゃないですか、うん、だから俺はそこをねちょっとその主催側にちょっとあんまり注目選手って押しすぎるとちょっとやりづらかったなって、うん、俺の場合ちょっとその後予選の時に、うん、あっていうかその一時ピックが終わった後に、うん、一応ねアーカイブが残ってて YouTube でライブ配信だったから、うん巻き戻せて見れるんだけど、うん、やっぱりね解説がね注目選手寄りに行くわけ、うん、なんかねやっぱり注目選手この人、うん、あもうちょっとこっち寄ってくんないかな、うん、そうそうそうあーってなる、うん、ちょっとねあったんで俺ちょっとね、うん、あの予選通過した時に、うん、予選行けるってなった時に、うん、ちょっとあんまり面白くなくて、うん、俺個人的にうんうん、お客さんから何言ってんだろう生意気な、うん、体仕上がってねえくせにって思ったかもしれないですけど、うん、俺個人的なちょっとあもうちょっと、うん、解説ちょっと欲しかったなっていうのがあって、うんうん、でそれでまあちょっとねちょっと面白くないなって思ってたところで予選で入場した時に、うん、今度は名前を俺間違えられたんですよ。あそうなの、はいまあ、よくあるんですけど、うん、三島良平って呼ばれる竜兵じゃなくて良平って呼ばれちゃうんです、うん、まあちょっと言いにくいとこあるけどねよくあるんですけど、うん、俺やっぱねその前のあれねその前までの段階は結構ねもう
ちょっともうやだなって思ってたんで、違うってもう手振って違うっつって、で竜兵って言い直してくれたんですけど、そういうね、流れがあったんですけど、まあその後俺予選で終わっちゃったんですけど、決勝残れずに、それをねちょっとね、主催者が YouTube やってるんですよ、YouTuber なんですもともと。その人のところに、その人が指摘とか意見、なんだっけ、ダメ出しとかあったらガンガンコメントくださいっていう、いうわけで、俺はちょっと注目選手がすごく注目されすぎてる感じがして、ちょっとちょっとやりづらかった、やりづらかった、ちょっととも言っちゃうやりづらかったですと、で、ある団体の方が、もともと俺 JBBF っていう競技の方、ボディービル競技の方が平等に選手を最初からね、この選手だって言わないで平等に出してくれるから、そっから用意ドンなんで、そっちの方がいいですというかやりやすい、選手としてはよくそっちの方が良かったっていうことをコメントしたら、もうやっぱファンはねそういう風に見ないじゃないですか、ファンってもう注目選手とかこの選手このわーってそういう話題性のある選手が、いるともう盛り上がるじゃないですか、見たいって思うし、だからエンターテインメントとしては、エンターテインメントとしてはやっぱり そっちの方がねやっぱりいいのは分かってるんで、ドッカーンと大炎上しちゃって。